はい、皆さんこんにちは、ジョニーです。僕は今ですね、新宿駅に来ております。本日何をするのかと言いますと、前回ですね、八王子から二子目、トイレまで乗車券使いますね、改札降りるかというのをチャレンジしていたことがあるんですけれども、その時にコメントでですね、生産機でやったらどうなのかって話をやっていました。前回高尾までやった時はそのまま改札通したんですけれども、で今回です、ね、生産機を入れたらどうなのかというのを実験してみようと思います。今回ですね、新宿駅いまして、例えばまあそうですね、代々木までの乗車券使って新大久保降りたらどうなのかという、ないしはその逆ですね、それをねやってみようかなと思っております。まずですね、今回リクエストをした方ね、本当にありがとうございます。まあ遅れますけどね、早速ねやっていきます。新大久保行くか、新大久保じゃねえで、140、 OK、 1、はい、ということで、この新宿から新大久保のね乗車券を購入いたしました。普通山手線なんですけれどもね。はい、早速ね改札に入っていきたいと思います。代々木に到着いたしました。果たしてね、降りるのかどうかですよ。生産機でね、やってみてね、ちゃんと0円生産機が出るのかっていうのをね、やってみようと思います。はい、ここ代々木駅の乗り越し生産機なんですけれども、まあ、隣がちょっと無人なんで、あれなんですが、まあ、監視カメラはありますよ。果たしてね、ここでね、降りるのかどうかです。0円、僕は新大久保で、代々木で、さてやってみますか。はい、やってみると0円精算券で出ましたね。逆方向乗っても精算券で0円と出てきました。はい、改札出ましたよ。はい、まあ、代々木駅に到着いたしました。まあ、結論としてしては改札をね出られた、精算機入れてね改札降りれたということになります。前回ね、改札機にそのまま自動改札を通ると得られるんですけども、精算機入れると0円ということで、ね、出るということになります。ということでね、まあ、短い動画ですけどね、ここで終わりとなります。また次回の動画でお会いいたしましょう。